梅雨の日沼1その土地の本来の名は佃町というのだが。 ののののものがアヒルと呼んでで、いた。そこは深川の南の端で海との間に広く足原や湿地が広がっており晴れた日には海の向こうに上総から阿波へかけての山や丘を眺めることができた北側は堀で蓬莱橋というのを渡ると永代門前町になり びっしりと立て込んだ柳の彼方に深川八幡の高い屋根や境内の森の小が見えるその界隈には中町櫓下松本町など料理茶屋や丘場所が多くまた川向こうとは違った域で知られた羽織芸者などもいて深川では最も繁華な町であった。 通称アヒルと呼ばれる佃町はその半華な町と堀一つ隔てているだけだがいかにも地外れの感じで足や雑草の生えた中に三四十棟の家が不規則に建っており空気にはいつも潮の香りが強くにっていたアヒルは土地の通称であると同時にそこにある商家の呼び名でもあった 中町や松本町から溢れ出たものが、いつかそこへ根を下ろしたのであろう。焼かずは絶えず増減しているが、多くても二十件にはならなかったし、少ない時には六、七件になってしまうこともあった。これらの中で、蔦屋だけが動かなかった。主は女で、名は乙美といい。 年は三十二になる。元新吉原で稼いでいたという噂もあるが、真偽のほどはわからない。体の肥えた丸顔のおっとりとした性分で、ちょっと見たところでは、昇華の女主などとは思えないような落ち着きと応用さが感じられた。見かけばかりでなく、全体として、 彼女は追うような性分であったが、真にはびっくりするほど打算的で冷静なきついところがあり、一礼を挙げると、決して男を寄せつけなかった。蔦屋を始めた頃、おとみのとこへ一人の老人が通ってきた。せいぜい月に一度か二度、必ず何かしら手土産を持ってきて、 一時ばかり静かに酒を飲むと帰っていったその老人がお富を車から引かせ蔦屋の店を出させたのだと言われていたがこれも事実かどうか不明だったしその老人が死んでからはもう5年以上もなるのに一人の男も近寄せなかった親類もあるのかないのかそれらしい人間の出入りもない ただ去年あたりから月に一度くらいの割でどこかへ出かけて行き、時には止まってくるようになった。どこへ行くのかわからない。女たちははじめよそに男がいるのだろうと思い、次には男を買いに行くのだということに決めていた。それはその外出が いつも毎月のことの前後にあたっていたからであるが、これもまた女たちの想像であって、確かなことはわからなかった。私は浮気者やだらしのない女は置かないよ、とおとみは言っていた。少しぐらい器量が悪くっても、頭のいい締まりのある女でなければだめさ。これは商売なんだからね。 客を気持ちよく遊ばせて、深入りをさせず、長続きのする馴染みを作るには、頭が良くて、機転が利かなければいけない。それには銭金に締まりのあることが第一さ。浮気者やだらしのない女は、自分の好き嫌いで客を振ったり、こっちから惚れ込んだりするし、すぐひもつきになったりして、結局いい馴染み客ができない。 というのであった屋には今女が4人いる」「25になるおひろ」「21歳のお吉」「二十歳のおぶん」「同じ年のおけい」という顔ぶれであるが4人とも女主とどこか共通点があってつたやは他のどの店よりもうまい商売をしたおひろは一番年長で また最古さんでもあり常に五人か六人のいいなじみ客を持っていて年が老けているのに誰よりもよく稼いだ店へ入って一年ほどたった時おろが武家の出であり病身の夫と子供が一人あるということを知ってお富はちょっと首をかしげたそういう素性の女は お富には好ましくなかったのであるが、しかしよく稼ぐのは仕送りをする必要があるからで、そのために客も大事にするし、始末もいいとなれば文句はなく、やがてすっかりお昼を信用するようになった。他の三人はさして特徴はない。お吉は肥えていて陽気な方だし、お分は少しばかり陰気で、 おとなしい一方だったおけいは利口で軽口がうまくいつも巧みに客の票をしてはみんなを笑わせるというふうであったお富は彼女たちにほぼ満足していたよその店ではしばしば女に逃げられたりひも付きの女を置いてからき目にあったりしたがたやではそんなことはなかった お富は女たた。ちを大事にしたどの部屋もきれいに道具をそろえてあり食事も需要のあるうまいものを食べさせまた病気の予防にはうるさいほど気を配って常に注意することを怠らなかったその洪水のあった紀ノえ猿の年にはさすがの蔦屋にも嫌なことが重なった。 まずとみが超うやんで春先から夏いっぱい寝たり起きたりしていたしようやく彼女が床払いをするとおぶんの家に間違いが起こりそのために今度はおぶんが20日ばかり寝るようなことになったおぶんの兄のますじが病気の父親を殺し自分も大川へ身を投げて死んだのである屋根屋の職人だった父は 三年前に卒中で倒れ、半身不随のまま療養してい,い、マスジは生まれつき片足がフグであった。右の足が苗てしまって、十二三まで一人で歩くことができず、杖を使うようになってからも、隣町まで往復するのが精一杯であった。また彼は、神経質な割に不器用な立ちで、自分は半技職人になるつもりだったし、 ずいぶん熱心にやっていたが思うように腕が進まず感んを起こしてよく半木を叩き割ったり道具を投げて泣くようなことがあったこういう事情は誰も知らなかった女主のお富でさえほとんど知らずお昼だけが女主の留守にお分から打ち明けられた今年は年回りが悪いらしい と「おまけに来年は役だから店が暇なうちに厄よけ参りに行ってこようかね」。それからすぐにおぶんが倒れたのだが20日ばかりたちおぶんの落ち着いた様子を認めると同じ土地の女主たち3人と誘い合わせて「どんりゅう様」で知られた「鴻付の国太田」の「お 大公へ参に出かけた。「頼むわよ」とお富はお金と帳面をお広に預けていった「行き帰り7日か8日遅くとも10日目には帰るつもりよいいわねこんな時にはお広の武家でということが頼みになるらしいお広は女主の目を見つめてはっきりとうなずいた2 り介が来たのは、お富が出かけた日の夜の十時過ぎのことであった。七月中旬で、暦の上では秋だが、まだ夏枯れが続いていて、客もあまりなく、おんは共部屋でお昼と話しながら、肌着の繕いをしていた。そこは縦に長い六畳で、女たちが食事をしたり、休んだり、 また泊まり客のつかないときに寝たりなどする共同の部屋であった。客を送り出したおけイが薬刀を使い、着替えた浴衣の帯を締めながら友部屋へ入ってきたとき、後ろからお吉が追ってきて、縁日へ行かないかと誘った。おけいは構わず鏡の前へ座り、お吉も不決断に入ってきて、 窓のところへ横座りになった「今帰ったお客ったら」とオケイは鏡のふたを取りながら言った「もっといを切って髪の根まで探ってみなければ機嫌がいいのか悪いのか見当もつかないような人よ」「へえ」とオキチが言ったそうするとつまりどういう人なのオケイは返事をせずに 目の隅でおぶんの方を見た。お昼は串の手入れをしており、おブンは針を動かしていた。あんた、そんなことしていていいのおぶんちゃん。とおけいが言った。まだ顔色だってほんとじゃないのに、寝ていらっしゃいよ。大丈夫よ。とオぶんは微笑しながらおけいを見た。病気じゃないんですもの。 もうねくたびれちゃったのよ。お吉が不意に思い出し笑いをした。ねえ、この前の人なんだっけとお吉がおけいに言った。袋の中へぎっちり砂利を詰めたような人だったっけかしら。そうだったわね。あの人本当にそんなふうな人だったわ。あたし笑っちゃったわ。 おけいは、しけたた顔をしたおはぶんと何か内緒話をしていて、自分が来たのでやめたこと。自分たちがいなくなるのを待っているのだということが、おろの様子で分かったからである。おけいはざっとおしろいをはたくと、縁日へ行こうか、とお吉に言った。お吉はすぐに立ち上がり、おろに向かって、 不動様まで行ってきていいかと聞いた。お昼はあまり遅くならないようにと二人の方は見ずに答えた。おけいは横目でお昼を見、お吉と一緒に黙って出て行ったが、土間へ降りてから、姉、ね、さん、お店が空になりますよと声高に言った。おぶんはしばらくしてそっとお昼を見た。おけいちゃん、 どうかかししたのかしら「お昼は今日もないという顔でおっかさんは早く亡くなったの?」と聞いた「あたしが七つの時それからお父さんずっと一人だったの一度もらったのよいい人だったように思うんだけれど」とおぶんは針を動かしながらゆっくりと言った。 兄さんがそんなふうだし、お父さんってひどい子煩悩だったから、あたしたちのことでうまくいかなかったんでしょう。それに貧乏だったしね。お昼は櫛を片付けて、それから独り言のように、いいことないわね、とつぶやいた。いいことないわ、とおぶんが言った。お父さんも兄さんも、 本当にいいことってなかった。まるで苦しい思いをするために生まれてきたようなものだったわ。油で汚れた手を拭きながらおひろは、あたしなんか罰が当たるわね、と言った。そういう話を聞くとあたしなんか罰が当たると思うわ。あらどうして親の言う通りになっていれば、 今頃は武家の奥様でいられたし、うちの人だって八百石の旗本よ、とおろが言った。それをお互いが好きだったからしようがないけれど、世間知らずのお坊ちゃんだったうちの人を私がそそのかしたようなもんでしょ。まあ、とおぶんは目を見張った。私、その話初めて聞いたわ。おろは目を伏せ、 櫛箱をしまいながら「あたしも話すのは初めてよ」と言った「武家の出だということだけは言ってあるけれど詳しいことは母さんにも話してないのよ」だって侍の家に育ったのに自分から男をそそのかしたなんてこと恥ずかしくって言えやはしないじゃないの今夜はあんたの話につまされてつい口が滑っちゃったのよ 聞かないつもりで言ってちょうだいね。と言って、おひろは寂しげに微笑した。おぶんは、ええ、とうなずき、それから思い入ったようにため息をついて、その話をいつかもっと詳しく聞きたいわ。と言った。いつかね、とおひろが言った。もうしぼんじまった花だけれど、あんたにはいつか聞いてもらうわ。 おぶんが「はい」と高い声で返事をした。おひろがびっくりして振り向くと、おぶんは膝の上のものを下ろし、お客らしいわと言って立ち上がろうとした。しかしおひろはそれより早く自分が出るからいいと言い、おぶんを制して出て行った。すぐにおひろと客の問答がおぶんのところまで聞こえてきた。 今、女たちが二人とも留守で休んでいる子が一人しかいないからとお昼が断り客はあげてくれと粘った。女の帰るまで待ってもいいし本当は女なんかどっちでもいいという意味のことを酔っているらしいが無気な口ぶりで言っていた。その声を聞いておぶんが立ち上がり部屋から顔だけ出して。 姉さん、と呼びかけた。そしておひろが振り向くとその目にうなずいてみせたおひろは首を振ったがおぶんは大きくうなずいてみせおひろは不し不うに客をあげたおぶんは客を自分の部屋へ案内し戻ってきて茶を入れたいいのおぶんちゃんとおひろが不安そうに聞いた あんたまだ無理よ。二人が帰るまで待たしとく方がいいわ。大丈夫よ。とおぶんは微笑し、それに、と口ごもって、また大丈夫よ。と弾んだ声で言った。その客が涼介であった。涼介という名も、年が26だということも、それから3日目の晩、つまり、 二度目に来た時聞いたのであるがこんなところには慣れていないらしく自分で照れている様子や口の重いおとなしそうな人柄がおぶんの心に残った彼は痩せているというより疲れきった人のように見えた頬がこけてシワがより油けのない髪がパサパサしていた 幾度も洗濯した木綿縮みの人へによれよれの三尺を締め草履も吐き古して鼻緒の危なくなっている朝浦であったその夜彼が硬くなって寝ているのでおぶんが遊ばないのかとささやくと彼は首を振って「この次だ」と乱暴に言った「今度来た時だ」と彼は言った もし来てもよければだがね。3明くる日とその次の日、二日続けて雨が降った。そして三日目の夜、もう店を閉めようとしていると、亮介が入ってきた。うれしいと、おぶんは彼にささやいた。来てくださらないかと思ってたわ。彼の息は、 ひどく酒臭かった。黙って、無表情な顔で、ずいぶん飲んでいるらしいのに酔っているようには見えなかった。横になりたいんだ、と部屋へ通るなり彼は言った。すまないが、先に床を取ってくれ。おぶんはヤグをのべて、茶を入れに戻った。内緒にはお吉だけがいて、 姉さんはお客よ」と言った古い馴染みの材木屋の番頭だそうで「今上がったとこよお勤めは後で勘定するんですってよ」とお吉は眠そうな声で言った茶を持っておぶんが部屋へ行くと彼は来たままヤグの上へ横になっていた「上がりを持ってきたわ」とおぶんは 枕元へ膝をついいてった寝まきになっておやすみなさいなそれでは風邪をひいてよ彼はあいまいに「うん」とうなりそれから急に立ち上がった手洗いに行きたいのだといいおぶんが教えると着物の前を直しながら出て行ったおぶんは浴衣と平ぐけを出しヤグを直した 枕が転げているので置き直したとき、ヤグの下に何かあるのに気がついた。手で探ってみると、長さ一尺三寸ばかりの風呂敷包みだったが、触った感じでおぶんは眉をひそめた。あれだわ。とおぶんは包みを指で触りながらつぶやいた。これがあれ。これは合い口。 そうよ。これは合い口よ。確かにそうだわ。おぶんは包みを取り出した。色の冷めたコンモメンの風呂敷包みは重たくごつごつしていて中に何が包んであるかよくわかった。おぶんは立ち上がりタンスの下の引き出しを開けた。そこには着古した浴衣や歯切れなどが入っている。 おぶんはその包みを歯切れの下へ隠し、その上へ古浴衣を重ねて引き出しをきっちり閉めた。彼は履いたらしい。戻ってきた顔は白く、額には汗が吹き出ていた。おぶんは置いてあった茶を取ってやり、波の花を持ってこようか、と聞いた。彼は黙って首を振り、 窓を開けてその茶でうがいをした。水をもらえるか。ええ。とおブンはうなずいた。着替えてちょうだい。休んでからだ。彼はヤグの上へ横になったがすぐにパッと跳ね起きた。弾かれたような動作で跳ね起き、ヤグの下へ手を入れておブンの方をにらんだ。 白くこわばった顔にはほとんど恐怖に似た表情が現れ、その目は怯えたように揺らいだ。大丈夫。私が預かったわ。とお分がなだめるように言った。時々見回りが来るのよ。そこでは危ないと思ったから、この男性しまっておいたわ。彼の肩がゆっくりと落ちた。 緊張のほぐれてゆくのが見えるようで、彼は、友達のものなんだ、とつぶやくように言い、財布を出して、決まりの花代をおぶんに渡した。おぶんが彼に着替えをさせてから水を取りに行くと、おけいが客を送り出したところで、お吉が店を閉めていた。雨の後のせいか、ひんやりとする夜であった。 彼は仰向けに寝ていたが、おぶんが横になってしばらくすると、前にもこんなことがあったのか、と聞いた。前に言ってああいうものを預かったことが前にもあったのか。ええ、とおぶんはうなずいた。あったわ。なじみだったのか。 見たびかよたびくらい」とおぶんは陰気に答えた「よたびくらいねもう四十近い年の人だったわ」彼は口をつぐんだやがて眠ってしまったかと思いおぶんがそっとかけあぐを直してやると目をつむったままで「そんな客に出るのは嫌だろうな」と言った おぶんは「そうね」としばらく考えていた「そうね」と少したっておぶんが言った「嫌っていうより身につまされるようよ」「怖くはないのかわからないわ」とおぶんは答えた「別に他の人と変わったようには思わないわね」 怖くはないんだな。おんなしようよ。とおぶは言った。こういうところへ来る人ってみんな同じような感じよ。言うことやすることは違っていてもみんなどこかしら一りぼっちで頼りなさそうな寂しそうな感じがするわ。だからこんな私たちみたいなもののところへ来るんじゃないかと思うの。 俺はあんなような道具を持っている人間のことを聞いてるんだ。おぶんは黙った。よくわからないけれど、とややしばらくしておぶんが言った。世の中には運のいい人と悪い人があるでしょ。運のいい人のことは知らないけれど、運の悪い方ならかます十杯にも詰めきれないほどたくさん知ってるわ。 そして男の人が破れかぶれになるのも自分の罪じゃなくって他にどうしようもないからだってことを知ってるわだからそうねそんな人に会うと怖いっていうよりも泣きたいような気持ちになってしまうわ彼はしんと黙ったおぶんは決まり悪そうにこんなおしゃべりをしたの初めてよ と口の中でつぶやいた彼はかなり長いこと息を潜めていてそれから「おぶん」というのは本名かと聞いた「ええこのうちではみんな本名よ」「俺は涼介って言うんだ」と彼は言ったおぶんは「そう」とつぶやいた朝になって帰る時彼は「 すまないが、あれを預かっといてくれ。と言い、顔を背けるようにして去った。いつもはそれから一眠りするのだが、その朝はもう横になる気にならず、自分の部屋を片付けた後、買って行って、つくねてある夕べの汚れ物を洗ったり、それから通いで来る飯炊きのお金ばあさんの来る前に、構え米を仕掛けたりした。 午後になって、おけいに銭湯へ誘われたとき、おひろに呼び止められた。ちょっと話したいことがある。というので、おけいとお吉の二人は出て行き、おぶんは残った。今日も涼しいわね。このまま秋になっちまうのかしら。おひろは友部屋へ入って行きながら、心細いというような口ぶりで行った。そして、 火鉢にかかっている湯釜の加減を見、茶道具を出して、二人分の茶を入れながら、おぶんの方は見ずに、ゆうべのお客のことなんだけれど、と口ごもり、ふいっと目を上げて、あんた好きになったんじゃないのと聞いた。さあ、とおぶんは首をかしげた。 あのおぶんはまた「さあ」と言った「4」「彼とは二度しか会わない」「良介」という名も夕べ初めて聞いたのだしどんな職を持っていたのかも知らないしたがって好きになったかどうか自分でも判断ができなかった。 おひろはそれが危ないのだと言った。これまでそんなことはなかっただろうし、今度だって好きでなければ好きではないとすぐに言えるはずである。どちらとも判断がつかないというのは心の奥で好きになりかかっている証拠なのだ。とおひろは言った。そうかしら。とおぶんは陰気に言った。 私、ぼんやりだからわからないけれど。おぶんちゃん、とおひろが言った。ここのうちでは客に惚れることはハットになっているわね。それは商売のためでしょおぶんはうなずいた。私は商売を離れて言いたいことがあるの。とおひろは言った。 こういうところへ来る客には真実がないってこと、あんたも知ってるでしょあの人たちに真実がないとは言わなくってよ。けれども、こういうところへ来るときは普通じゃないわ。仕事がダメになったとか、家にごたごたがあるとか、仲のいい友達と喧嘩別れをしたとか、行く先に望みがなくなったとか、それぞれ訳があって、 やけないような気持ちになっていることが多いわ。だから遊ぶことは二の次で、むやみに威張るとか、甘えるとか、だだをこねるとかするでしょ。いつか私の出た客で子守歌を歌ってくれっていう人がいて、私一晩中知っている限りの子守歌を歌ったことがあるわ。ええ。とおぶんがうなずいた。 「その人私の腕枕で泣き寝入りに眠ったわ」とおひろは続けた「みんながみんなとは言わないけれど大抵の人が体か心かどっちか傷つくか病むかしていてほかでは気も紛れず慰められもしないのね」。 こういうところのあたしたちみたいな女。言ってみれば、どんづまりの世界へ来て、初めて息がつけるらしい。ちょうど嵐にあって壊れかかった船が、風よけの港へよろけこんでくるようなものよ。そう、ちょうどそんなふうなんだと思うわ。おぶんはゆっくりうなずいた。あの人も壊れかかった船のようだ。 介というあの男もやっぱり嵐にあって壊れかかっている船に似ているとおぶんは心の中で思った港にいるうちは船は港を頼りにするわとおろはまた続けたけれども嵐が静まり壊れたところが治れば出て行ってしまうそうして港のことなんか すぐに忘れてしまうものよ。ほんと、あたしよく知ってるわ。真実だと思うのも、ほんの一時のことよ。つゆのあるうちの朝顔で、つゆが乾くと花はしぼんでしまう。あたしとうちの人の中だって同じことだわ。おぶんは目をあげて、お昼は茶をすすり、 どこか遠くを見るような表情で「そうよ」と低く言ったお広は話した彼女の夫は八百石の旗本の跡取りであった彼女もれっきとした武家の娘で親たちの決めた言い名づけがいた彼女は言い名づけを嫌い夫と一緒になれないなら死ぬ方がいいと思った こんなことはありきたりで、決して珍しくはない。しかし彼女は真剣であった。思う人と一緒になれないくらいなら、本当に死んでしまおう。と覚悟を決め、そのことを相手に告げた。相手も同じ気持ちで、それなら一緒に逃げようとおひろがいい、二人は家を失本した。それから二年足らず。 二人は江戸の隅を転々しながら夜も昼も酔ったような気持ちで過ごした。2> 丸二年とは続かなかったわね。とおろは思い入ったようにため息をついた。そう、酔っているような楽しい暮らしは一年半とちょっとだったわ。持って出たお金がなくなり私に子供が生まれると。 たちまち明日の米をどうするかということになったの。常人なら実家へ詫びを入れることもできる。だが武家では断じて許されない。居所が見つかれば連れ戻されて尼になるか悪くすれば自害させられるかもしれない。夫も自分も世間を知らず金がなくなった後は 売売れるだけのものもを売って暮らした自分の紙道具はもちろん夫の刀まで売ってしまったそして夫が病気になった老害という診断で高価な薬と需要のあるものを食べさせなければならないどうしたらそんなことができるかどうしたら夫は死のうと言った 自分も死ぬ方がいいと思い、けれども子供が不憫で死ぬ気にはなれなかった。死ぬつもりなら何でもできる。そう思ってここへ入ったのよ。とおひろはまるで歌うような口ぶりで言った。それからもう足掛け五年、月々の仕送りだけはしているけれど、初めての 二人で家出をした頃のような気持ちは残ってはいないわ。今あたしとうちの人をつないでいるのは月々の仕送りだけと言ってもいいくらいよ。おぶんちゃん、どんなに真実を思い合う中でも、きれいで楽しいのはほんのわずかな間よ。梅ゆの日沼の朝顔、ほんの一時のことなのよ。 おぶんは黙ってうなだれそれからそっとこっくりをしたおひろはどこを見るともないような目でぼんやりと向こうを見つめたまもなくおけいとおきちが帰ってきたのでおひろはまたこの次にしましょうと話をやめたがおかしなことには 話を聞いてから帰って涼介のことが深く自分の心に残っているのをおぶんは感じ始めた「壊れかかった船」というお廣の言葉がそのままに当てはまるように思えた「預かっているあの道具が目の先にちらつきあの道具を渡せば彼は沈んでしまう」「それであの人は沈んでしまう」 と心の中で繰り返しつぶやいた。今度来て、あれを持って行くと言ったらどうしよう。おぶんは胸が塞がるように感じた。良介の来るのが待ち遠しく、同時に来なければいいとも思った。彼のことは何も知らないが、道具を預けて行ったのは一応思い直したからであろう。 思い直して真面目な職につけたとすれば当分は来ないに相違ないしばらく来なければ真面目な職についた証拠だどうぞ来ないように当分は心で願ったり介は中二日置いてきたがその日彼の来る前に嫌なことがあった何からそんなことになったか知らない おぶんが一人遅れて銭湯から帰ると、友部屋でおけいとおひろがやり合っている声がし、廊下におきちが立っていて、おぶんに、入るな、という目くばせをした。笑わせないでよ、とおけいの言うのが聞こえた。あたしちゃんと知ってるんだから。行ったらいいじゃないの。 おがやり返した何を知っているんだか知らないけれど言いたかったらさっさと言うがいいわ。言ってもいいの言われて困るようなことはないのそしてちょっと間を置いて意地悪く誇張した声で言った。姉さんおひろのかっとなるのが見えるようであった。言ってごらんよ。 とお披露が叫んだ「こんな商売をしていれば人に後ろ指をさされるようなことの3つや5つ誰になってあるはずだお前さんそうじゃないのかいお武家育ちにしてはいい短歌じゃないの」とおいが皮肉に言ったお武家様の育ちにしてはね何だってお武家育ちだなんて ちゃんちゃらおかしいって言うのよ。とおけいが言った。自分はれっきとした侍の娘。うちの人は八百石の旗本の跡取りだって。バカバカしい。笑わせないでよ。それがどうしたのおひろの声は震えて。それがあんたにどんな関係があるの人をバカにしないでって言うのよ。 おけいは辛辣に言った。あんたが武家育ちかどうかぐらい、あたしにはちゃーんとわかってるんだから。本当に武家で育ったとしたらね、いくら落ちぶれたって、たちや言葉つきが違いますよ。おじぎひとつ見たってわかるものなのよ。姉さんはご存じないだろうけれどね。そう、そんなことが言いたかったの。 うちの人が老害で子供があってとおけいはなお続けた月々ずっと仕送ってるってみんな嘘じゃないのお武家育ちも八百石の旗本も嘘。老害の夫や子供のあることも嘘。みんな嘘っぱっちよ月々仕送りをするなんて言って稼いだお宝はみんな貯めてるじゃないのそうじゃないの ねえさん。いいわ」とおひろが震え声で言って「あんたがそう思いたければそう思ってるがいいわ」「ここであんたを言いまかしたって別に三文の徳が行くわけでもないんだから」「そうよその方が利口よ」「口を聞くだけボロが出ますからね」そこまで聞いておぶんはそっと廊下を通り 自分の部屋へ入ったするとお吉が後からついてきて「おけいちゃんってすごいわね」と言ったおぶんは鏡に向かいながら「どうしてあんなけんかになったの?」と聞いたお吉は肥えた体を重たそうにそこへ横座りになってささやいたきっかけはつまらないことであった お吉とおけいが銭湯から帰りも部屋で茶をすすりながらおけいがいつものように客の表をしていた「ゆうべの二人目のお客っったらおかしいの」「おけいがくすくす笑い子どものくせにおかゆの炊き方をおばあさんに教えるようなことをするのよ」と言ったすると何が気に障ったものかおひろがけんのある声で でたらめもいい加減にしなさい、と言い、おけいが、何がでたらめよう、と食ってかかり、それからやり合いになったということであった。どうしたのかしら、とおぶんは鏡を眺めながら聞いた。二人ともいい人だし、これまでずっと仲が良かったのに。わけはあるのよ、とお吉がささやいた。 この前あんたたが20日ばかり寝たでしょ。その間におひろ姉さんがおけいちゃんの客を取ったことがあるのおけいちゃんには客があったし姉さんは知らなかったって言うんだけれどそれからおけいちゃんすっかりおかんむりなのよ「そうそんなことがあったの」とおぶんはと息をついた「悲しいわね」 お吉はなお何か言いたそうだったがおぶんはそれを避けるように「火を入れるわ」と言いながら立ち上がったその夜はお慶に一人なじみの客が上がりお吉に振りの客が一人ついただけで10時ごろになると冷やかしの客の姿もなくなり両隣と向こうの店とは女たちが愚痴を言い合いながら 表を閉めてしまったその時、亮介が来た。客を送り出したお吉が彼の来たことを知らせた時、おぶんははっとしてお昼を見た。お昼は気づかない様子で知らん顔をしていた。ここでは酒は飲めないのか、と部屋へ入るなり亮介が言った。彼はその晩も、 酒臭い息をしており、痩せた青白い顔を背けたまま、できたら飲みたいんだが、とせがむように言い、握って持っていた金を渡した。おぶんは、少し待っててね、と言って友部屋へ行き、お昼に相談した。渡された金は、細かいのを合わせて一部二種あった。 あんた飲ませてあげたいの?」とおひろはおぶんを見ておぶんはためらうように「わからないわ」とつぶやきそれから「でももしよければ」と口ごもって「酒屋はもう閉まってるわよ」とおひろが言った「橋のたもとに出ているうどん屋へ行ってごらんなさい少しぐらいなら分けてくれるはずよ」 おぶんは「すみません」と言った岡場所では原則として酒を出さないのが決まりだったことに蔦屋はお富が嫌いでごくまれにしか酒を出したことがない従って魚の用意などはなかったからおぶんは酒と一緒にそのうどん屋で卵を2つ買って帰ったそして1つを煎り卵にし 一つを汁にして、缶をした酒と一緒に部屋へ持って行った。うちでは酒を出さないしきたりなの。とおぶんは禅を置きながら言った。だからお魚が何にもないのよ。私のいたずらでおいしくはないでしょうけれど、ごめんなさい。すまない。とりょうすけが言った。 魚なんかいらなかったんだ。ありがとう。オブンは勘どっくりを持った。彼は黙って飲んだ。オブンの方は一度も見ず、時々荒い息をしたり、何か荷物でも背負っていて、それを振り落とそうとでもするかのように、骨ばった肩を幾度も振った。あんた、とオブンが切なくなって呼びかけた。 あんた、止まっていくんでしょ彼はびっくりしたように、えと言って目をあげた。突然脅かされたような表情で、しかしすぐに、いや、と首を振った。いや、と彼は言った。飲んじまったら帰るよ。こんな時刻に もうすぐ四つ半になってよ。「今夜は帰るまたいつか来るよ」。おぶんは息を詰めた彼をじっと見守りながらしばらく息を詰めていてそれから思い切ったように言った「あんたあの道具を持ってゆくのね」。六亮介の体がピクッと引きずった。 彼は動かなくなり、持っている杯を見つめて、やがて荒く息をしながら、やってみたんだ、と低いうめくような声で言った。この間の晩、お前の話を聞いて、なんとかならねえものかと思って、あれから三日飛び回ってみたんだ。と彼は一言ずつ。 噛みしめるように言った。けれどもダメだった。お前の言ったように俺には運がないんだ。これまでずっとそうだった。今更飛び回ることはなかったんだ。ねえ、お願いよ。とおぶんが言った。私に話してみて。ひざともなんとかってことがあるじゃないの。ねえ。 話してみて。み彼はそっとおぶんを見た「怒らないでね」とおぶんは言った「私、あんたが自分の兄さんのように思えるの」「初めての晩あたし休んでいたのよ」「姉さんがそう言ったでしょ私、具合を悪くして20日ばかり休んでいたの」 だけれども、あんたと姉さんの話すのを聞いていて、あんたの声が私の兄の声にそっくりなので、姉さんに出るって言ったのよ。そのことは覚えてる。こんな商売をしているのに、兄のような気がするなんて言っては悪いけれど、り介は強く首を振って、バカな、と文を遮った。 そんなことがあるか。俺は、俺は、押し込み強盗をやろうとしている人間だ。と彼はしゃがれた声で言った。こないだの晩、あんなに親切にされなければ、もうとっくにやっていたんだ。あたし、親切になんかしなかったわ。あの道具を隠してくれて、それから、 運の悪い人間のことを話してくれた。押し込み強盗のような人間でも怖くはない。身につまされて泣きたいような気持ちになるって。あんなふうに親身に言われたのは初めてだ。本当に初めてなんだ。本当なんだ。凌介は持っている杯の縁を片方の手の指でこすりながら。 不器用な口ぶりで話し,出したいかにも不器用で自分でももどかしそうな話ぶりであった良介は品川の漁師の子に生まれた彼が4歳の時父親が沖き弟子に母は彼を連れて再婚した義理の父は軽子で10歳を頭に5人の子があり 半年ほどすると母は彼を置いて出奔した。極端な貧乏と六人の子の面倒を見るのとで精が尽きたものらしい。近所にいた若い人足と駆け落ちをしたということであった。義理の父はすぐに彼を追い出し、彼は母を探して町をうろついた。俺は、 五つだった。わずか五つだったんだ。と亮介は神戸を垂れた。ちょうど夏のことで、五月ごろだったろう。そんな季節だからまだよかったが、冬だったら凍いじんでいたろうと思う。彼は拾い食いをし、よその物置や軒下に寝ながら、秋にかかるまでューを奉公した。 その間に覚えたことは、拾い食いや物乞いをするのは裏棚の方がいいこと。犬を抱いて寝ると暖かいことなので、そういう犬の一匹が彼に懐き、それは彼の倍くらいもある黒縁の大きな野良犬だったが、五つの彼にずっとついて歩いたという。まもなく彼は麻布市の橋で、 どのバンタに拾われ7つになるまでそこの番小屋で暮らしたバンタは久兵衛といい首にコブのある老人だったが彼が7歳になると赤坂えのき町の酒屋へ奉公に出したもちろん年季奉公で久兵衛は向こう8年分の久銀を先取りしていたそこの奉公があまりつらいため 耐えかねて一度逃げ出したが、すぐに捕まり、捕まってから初めて彼はその事実を知った。俺は八つだったが、と言って、良介は言葉を切り、目をつむった。逆きを持っている手に力が入り、指の節のところが白くなった。たった八つの子供だったが、と彼は、 目を開いてゆっくりと続けたその子供の頭でも俺は売られたのだ俺は売られたのだと思った売られたのだなってな人別のことがあるから年季の明けるまで辛抱したがその時すでに人間も世の中も信じられなくなっていた生みの母親に捨てられ 拾ってくれた老人に売られ、そして酒屋では年季いっぱい容赦なくビシビシと働かされた。十六の年に酒屋を出て、慶安の世話で青物市場に雇われ、ついで車力になった。人も世も信じられなくなっていた彼はどこでも折り合いが悪く、次々と職を変え、二十歳の時、 神田大工町の吉川という固定な料理屋へ入り、そこで落ち着くことになった。吉川の主人は万吉と言い,い、彼が青物市場にいた時、買い出しに来て知り合ったのである。店は固定だが、客筋が良く、かなり繁盛していて、主人の万吉も、およしという妻も親切にしてくれた。夫婦には子供がなく、 万吉が板場をやり、およしが二人の子女と店を受け持っていた。良介は主人と買い出しに行ったり、材料を洗ったり、後片付けや掃除や、また下足板、客の送り迎えなど、下回りをせっせと働いた。包丁を持つようになったら給銀を決めよう、という約束だった。 それまでは食いぶち。ぜひ必要な小遣いはやるから遠慮なく言え。とも言われた。彼はここで落ち着こうと思った。何年かかってもいい。板前の仕事を覚えて、できたらいつか小さな店を持ちたい。そう思って働き続けた。主人夫婦は親切にしてくれたが、 仕事はいつまでも下回りで3年経ち5年経ち彼は26歳になったそうして彼はふと疑問を持った夫婦が親切にしてくれるのは彼を食いちだけで使うためではないかという疑いであるまさかそんなことがと思い直してみても どうにも気持ちが落ち着かなくなり彼は思い切って万吉に当たってみた万吉は取り合わなかったが彼は粘ったすると万吉は穏やかな口ぶりで彼には板前になる素質がないと言ったこの仕事は勘のものだいくら教えても勘のないものは一人前の職人にはなれない そいつは諦めた方がいい。彼は頭がぼーっとなり、それは前から分かっていたのかと聞いた。万吉は、お前わからなかったのかと意外そうに反問した。そして彼は飛び出した。その晩ここへ来たんだ。と涼介は。 暗い方へ目をやりながら行った一日中町をうろついた永代橋を渡ると潮の匂いがし品川自分のことが懐かしくなったそれでこっちへ来て門前町で夜になるまで飲んだ自分で酒を飲むのは初めてであったひどく酔って出ると また潮の匂いに惹かれふらふらと蓬莱橋を渡り海端へ出て足の中へ座り込んだこの蔦屋へ来るまで彼は足の中に座ってぼんやりと暗い海を眺めながら自分というものに絶望しすっかりやけな気持ちになった初めて泊まったあくる日俺は吉川へ帰って 旧銀をくれと言った、と凌介は続けた。主人もおかさんも態度が変わっていて、払う様子がなかった。それで俺は組合へ願って出ると言った。すると主人は明日まで待てと言い、あくる日一両二部よこした上、これで文句をつけるなら、今度はこっちからゆすりで訴えると言った。 ゆすりで訴える。六年も働いて一両二部。それを手でつかんで店を出ると、おかみさんが後ろから塩をまいたっけ。彼はそこで黙り、片手の甲で目を拭いた。塩をまかれたことで彼は腹を決めた。そっちがそうならこっちもと思い。 素人考えで押し込みの道具を買ったそれでも二度目に蔦屋で泊まった晩お分の親切で気持ちが鈍りもう一度やってみようと吉川にいた時の客を訪ねたり提案へ当たってみたりしたけれどもダメだった二十六にもなり手に食のない人間には 所詮堅気な勤め口はありゃしない。わかるかと涼介はおぶんを見て。俺は五つの年から人に踏みつけられペテンを食わされてきた。今度は俺の番だ。この気持ちがわかるかわかるわ。とおぶんはうなずいた。よく分かってよ、涼さん。 今度こそ俺の番だ。と彼はうめくように低く押し殺した声で言った。こんな世間に未練はありゃしねえ。取られただけを取り返してあっさりおさらばするつもりだ。無理はないわ。無理はないわよ。とオぶんは指で目を拭いた。これまでよく我慢した方だと思うわ。 おぶんちゃっって言ったっけな彼はおぶんを見つめた「お前俺がこんな人間でも愛想をつかしゃしねえのかええ」とおぶんはうなずいた「愛想をつかしたりなんかしやしないわ」とおぶんは言った「私の身の上だってあんたよりよくはなかったのよ」 もしも兄が満足な体をしていたら兄だって両さんのような気持ちになったかもしれないと思うわ兄さんの体ってどこか具合でも悪かったのか生まれつき片足がなえていて満足に歩くことができなかったんですでもこんな話よしましょう とは頭を振った私お酒をつけてくるわそして勘どっくりを持って立ち上がった酒の勘をして戻った時おぶんは目を泣きはらしていた彼女はそれを隠すようにしたが目をひどく泣きはらしていることは亮介にはすぐ分かった彼にはそれが答えたらしく 衝動的に何か言いかけて、しかし言葉が見つからなかったのだろう。唇を震わせながら黙って二つ三つ飲んだ。その、とやがて彼は聞いた。兄さんっていう人は今どうしているんだ死んでしまいました。死んだってどうして お父さんを殺して自分は大川へ身を投げたんです彼は「あっ」という目をしたお父さんは卒中で寝たっきり兄は半木彫りをしていたんですとおぶんはつぶやくように言った足の不自由なものは手が器用だって言うけれど兄は不器用なたちで 六七年もやっているのに腕が上がらずよく感んを起こして悔し泣きに泣いていましたお父さんは治る見込みがないし自分の行き先にも望みがない生きている限り妹のあたしに苦労させるばかりだと思ったんでしょう書き置きも何もなかったけれどあたしには 兄の気はよくわかりましたわ。だって、それじゃ。と彼はどもって。それじゃ、おぶんちゃんをどうするんだ。それじゃ、お前のこれまでの苦労を無にするようなもんじゃないか。私はそうは思わないわ。いや、違う。と彼は強く首を振った。 妹のお前にこんな苦労をさせてるんだ。半木彫りがダメだとしても、他に何か職があるだろう。例えばわらじを作り、紙袋を貼ったって生きてゆけるはずだ。あんたはそう思うのね。そうでなければ、おぶんちゃんの苦労がまるで無になってしまうじゃないか。あんまりそれじゃあ勝手すぎるよ。 あんた、本当にそう思ってと、おぶんは、りょうすけの目を見つめ、それから、あたし、と口ごもった。あたし、わからないけれど、いじわるなこと言っていいかしら。りょうすけは黙っていた。おぶんが喉で笑い出した。にわかに感情が高ぶり、気持ちが混乱して、 自分で自分が制しきれなくなったらしい。くっ、くっ、と喉へこみ上げた笑いが、そのまま泣き声になるようで、何をおろおろと言葉を探し探し言った。あたしじゃない。あんたよ。あたしはこんなこと考えもしなかった。あんたが言ったのよ。今あんたに言われて気がついたのよ、りょうさん。 そこでおぶんの声ははっきりおえずに変わった。あんたがもしも本当に今のように思うんなら、あたしも同じことをあんたに言いたいわ。俺が何を言ったバラじを作っても、紙袋を貼っても生きていけるはずだって。りょうさん、とおぶんは、 泣きながら彼の膝をつかんだ「兄が生きてゆけるはずならあんたこそ生きてゆけるはずよ。あんたには厄介な親もいないし体も満足じゃないの。年もまだ若いし丈夫だししようと思えば何だってできるわいいえ」当分は何か言おうとする彼を遮った。 いいえ、待って何も言わないで今は何にも言わないで私にも本当はよくわからないの本当はこんな意地悪なこと言いたくないのよでもお願いだから二人でもう一度考えてみましょう当分のお金なら私が何とかするわお父さんや兄さんにする代わりにあんたにするわ バカな、そんなことを。バカなことじゃないわ。あんた今言ったじゃないの。兄があたしの苦労を無にしたって、とおぶは首を振った。そんならあんたがなしてちょうだい。あんたならあたしの苦労がなせるはずよ。ねえ、考えてみるって言って。それがいけなければ、もう一度だけ。 あの道具を預けておいてちょうだい。彼は黙ったまま自分の膝を掴んでいるオブンの手を上から押された。オブンは声を殺しておえつし、お願いよ」と囁ささいた。五章一兆のお願いよ」と囁ささき、崩れるように彼の膝の上へうつぶした。 亮介は放心したような目で上からおぶんを見下ろしていた明くる日の午後になっておぶんは彼のことをお昼に話した話したくなかったが前借りの相談をするためには打ち明けて話すより仕方がなかったのである おひろは明らかに不祥事だった。言わないことではないという顔つきで何度もため息をし、よしたほうがいい、とんだ目に遭うよと繰り返した。そういうのが大抵しまいにはひもになるのよとおひろは言った。そんな金は母さんは貸しはしないし。 あんただってせっかく身軽になったばかりじゃないの。ここはしっかりして自分のことを考えるときよ。おぶんは息を潜めていて、姉さんはお武家育ちだからわからないかもしれないけれど、といつものゆっくりした口ぶりで低く独り言のように言った。たった五つくらいで、 おっかさんを探しながら拾い食いをして町を歩いたって。犬を抱いて寝ると野宿をしても暖かいって言うのよ。おぶんは畳を指でなでながらベスをかくように微笑した。あの人の倍くらいもある犬が懐いちゃってずっと一緒に歩いたって言うわ。五つばかしのちっちゃな子の後から 黒縁の大きな犬がこの人が頼みだって顔をしてついて歩くの。その様子が私には目に見えたわ。こんなちっちゃな子が何か食べ物をもらうか拾うかして、それを自分の倍くらいもある犬に分けてやるのよ。いっぱし飼い主らしい真面目腐った顔つきで。今こうしていても、 私にはそれが目に見えるようよ、姉さん。いくら武家育ちだって、そのくらいのことは私にもわからないことはないわ、とおひろが言った。私が言いたいのは、女というものがすぐそういう話に負けて自分から苦労を背負い込むってことなの。今あんたはその人に打ち込んでいる。 その人のためならどんな苦労をしてもいいっていう気持ちだろうけれどそれは長くは続かないのよほんの一時のことなのよおぶんちゃんあの人に大事なのは今なの今のこの一時なのよ姉さん」とおぶんが言ったたった今その横丁を曲がるか曲がらないかであの人が死ぬか生きるかが決まるの そしてあたしは、ただ、その横丁を曲がらせたくないだけなの。それだけなのよ、姉さん。おひろはため息をつき、しようがないわね、とつぶやいた。二人はお内緒で話していた。お吉とおけいは友部屋にいたが、少し前に店へ誰か入ってき、おけいが出て、 その人と話している様子だった。こっちの二人は気にも留めなかったが、その時おけいが急ぎ足にやってきて、障子を開けながら、美乃屋の母さんよ、と言った。美乃屋というのは、この土地で同じ商売をやっており、女主はとみと一緒に、どんリュウ様へ行ったはずである。お昼は振り返った。 「うちの母さん向こうで寝込んでるんですって」とおは言った。「どんりゅう様まで行かないうちにやみだして我慢してたんだけれど帰りに館林っていうところへ回ったらそこで倒れてしまったんですって。それで「いいわあたしが出るわ」。「美濃屋の母さんはもう帰ったわ」とおが言った。 花の家の母さんが後に残っているそうだけれど誰かすぐにお金を届けてもらいたいって言ったわお金を、その館林までかいもちろんよ館林の武蔵屋っていう宿屋ですって医者の診断では前の腸の病気がぶり返したので少し長くかかりそうだと言ったそうである おぶんはその話を脇で聞きながら、今この時に、と思って絶望した。こんな時に母さんが病気になるなんて、これで涼介の話もおしまいだ。おぶんはそう思い、気の抜けたような顔で二人の話すのをぼんやり眺めていた。すまないけれど、あんた言ってちょうだい。 とおひろがおけいに言った。あたしは店を頼まれたから出られないわ。立林といっても、かごで行くんだからそう苦労じゃないでしょ。あたしが姉さん。とおけいは驚いたように聞き返した。あたしが行くのあたしでいいのあんたよ、ほかにいないじゃないの。 だって、と、おけいは、妙な声で口ごもった。だって、姉さん、私をやって、もしもそのお金を持ったまま逃げるってこと、心配しなくってしないわ、と、おひろが言った。私、あんたの性分を知ってるもの。おけいは微笑し、いいわ、とうなずいて顔を背けた。 微笑した唇が歪んで、今にも泣き出しそうに見えた。急ぐ方がいいわ、とおひろが咳立てた。おきっちゃんにカゴを呼んでもらって、あんたはすぐに支度してちょうだい。あたしお金を包んどくわ。そしておひろは立ち上がった。おけいちゃんどうしたのかしら。どうして泣きそうな顔なんかしたのかしら。 そう思いながら、おぶんは自分の部屋へ戻った。そこにいても用はなさそうだし、役に立とうという気持ちも起こらなかった。部屋へ入って窓を開け、座って窓ガマチにもたれながら、そろそろお湯へ行く自分ね、とつぶやいた。生暖かい風がかなり強く吹いており、空は重たく曇っていた。 たかちゃん、干し物おしまいな。と、隣の松葉屋の女が言っていた。風が強くって飛んじゃいそうだし、降ってくるかもしれないよ。お昼がのぞきに来るまで、おぶんはそのままぼんやり座っていた。ごはんときもたったであろうか。肩をたたかれ振り向くと、お昼が来ていた。 風の音がひどいので、呼ばれたのが聞こえなかったらしい。おひろは、お湯へ行きましょう、と言った。空模様がおかしいから、降り出さないうちに行ってこよう、というのである。おぶんは、そうね、と気のない返事をした。おひろは、窓を閉めて座った。あんた、母さんのこと、今聞いたでしょ ええとおぶんはうなずいた「わかったわ」私「私今美濃屋さんへ行って様子を聞いてきたの」とおひろが言ったその話によると途中で水に当たったらしいのよそれを無理したもんだからすっかりこじらしちゃったんですってことによると二三十日かかるんじゃないかっていうのよ わかったわ」とお分はうなずいておひろをみた「もうおけいちゃんはでかけたのわかってくれるわねおかねがだせないってこと」とおひろがいった230日もかかるとするとまたとどけなければならないかもしれないし「わかったわいいのよねえさん」 その、りょうさんって人、あんたのお金をあてにしていたのおぶんは、いいえ、と首を振った。きゅう。いいえ、とおぶんは言った。まだ少し持っているし、懸案を回ってみるって。あたしには、お金の心配なんかするなって言ってたわ。 お湯へ行きましょ。う、とお広は立ち上がった。早くしないと降ってきそうよ。おぶんは疲れたように立ち上がった。雨が降り出したのは夜の八時ごろであった。夕方からしけ模様のせいか、この町へ入ってくる客もなく、九時過ぎると、辺りの店は次々と表を締め出した。 お吉は落ち着かない様子で立ったり座ったりしながら「おけいちゃん途中で振られてるわね」とか「知らない宿屋で心細いでしょうね」などとしきりに「おけい」のことを心配していたあの人どうしたかしらおぶんはす介のことを考えていた自分が「おけい」なら あの金を持って逃げたかもしれない。そして良介と二人でどこか遠くへ行って二人だけで所帯を持ったかもしれないそうかしらバカねえとおぶは心の中で苦笑しただってどうして良さんと会うの今良さんがどこにいるかわかりゃしないじゃないのそれに 私にそんな度胸があるはずはないわ。そうよ。そんな度胸があるもんですか。とおぶんは思った。おけいちゃん面白いこと言ってたわ。とお吉がお披露に行った。着物を着替えながらよ。姉さん。姉さんにあんたの性分を知ってるって言われたときね。ちょうど何か食べちゃった後で。 その中に毒が入ってたって言われたみたいな気持ちがしたってお昼は黙って帯の繕いをしていた10時になると店を閉めて寝ることにした風は弱くなったが雨は土砂降りでお吉の部屋で雨漏りがするらしく手桶けだとか金だらいとか言って騒ぐのが聞こえた おぶんはりょうすけのことがきになり、ことによるとくるのではないかと思って、十二時の鐘を聞いてからもかなり長いこと眠れなかった。夜の明け方から嵐になった。すごいような烈風と豪雨で、それが夕方になってもやまず、つくだ町の端にある漁師の家が倒れたとか、不動様の大屋根の瓦が飛ばされたとか、 どこそこの橋が流された」などという噂が伝わってきたお吉は「これじゃあお湯屋さんへも行けないわね」とのんきなことを言っていたが日が暮れてしまいますます激しくなる雨風の音を聞いていると次第に不安になったようで「私ちょっと様子を見てくるわ」と言い出した「危ないからおよしなさい」 とおが止めたこの風では何が飛んでくるかわからないじゃないの少し落ち着いて座ってらっしゃいなだがお吉は出ていった尻はしょりをし頭から雨がっぱをかぶりはだしで飛び出していった間もなく飯炊きのおばあさんが帰ってもいいんでしょうかと聞きに来て風はもう間もなくやむだろうと言った お昼が、水は大丈夫かしらと聞くと、ばあさんは、ここは大丈夫だと受け合うように言った。立川の周りや八見堀のあたりはすぐに水がつくけれども、このくらいのしけでここが水に浸かったことはない。二十年ぐらい前に一度あったが、それも床下まででしたよ、と言って帰っていった。 それからかなりたって、お吉がずぶぬれになって戻った。風でカッパを吹き飛ばされたそうで、頭からぐっしょり濡れ、土間へ入ってくるなり、鳴き声を上げて、大変よ、姉さん。逃げなくちゃだめよ。と叫び立てた。黒江橋も八万橋も落ちちゃって、永代の方へはいけないのよ。とお吉が言った。 近所でもみんな逃げ始めてるわ。早く逃げないと大変よ、姉さん。そしてお昼の落ち着いた様子を見ると、私先に逃げるわ、と言い、濡れた体で裸足のまま自分の部屋へ飛び込んでいった。おぶんはお昼を見た。お昼は下打ちをし、大きな鳴りをして、とつぶやいたが、ふとおぶんの目に気がつき、 あんたも一緒に行ったらどう?」と言った「姉さんは?」とブンが聞いた「あたしはだめよあたしは店を預かってるんだもの」とおひろは落ち着いていた「こんな雨風ではもう荷物だって出せやしないし店を開けて出るわけにはいかないわ」「あたしもいるわ」とブンは言った 「水は大丈夫だって今ばあやさんが言ってたしばあやさんはこの土地の人ですもの大丈夫だと思うわ」「そりゃあ私だって大丈夫だとは思うけれどでも」とおひろはおぶんの目を見守った「あんたもしかしたらりょうさんという人が来るとでも思ってるんじゃないの?」「わからないわ」とおぶんは目を伏せた。 ももしもそうなら逃げる方がいいわよ。どうしておひろが「あたしは来ないと思う」と言いかけるとお吉が大きな風呂敷包みを背負って出てきたおひろはびっくりしたように「まあ」と声を上げた「あんたそんな大きなものをどうするのだって」とお吉は泣き声で言った。 だって、大水になれば流されちゃうじゃないの。バカねえ。そんなに背負い出したって、この雨では堀江を渡るまでに濡れちまうわ。同じことだから置いて行きなさいな。だって、おけいちゃんのものもあるのよ。いいから置いて行きなさい。どっちみち水浸しになるのなら、わざわざ思い思いをすることないじゃないの。 バカな人ねえ、とおひろが言った。しかしお吉は背負って出た。流されてしまえばおしまいだけれど、濡れるだけなら染み出しにやればいいと言い,い、頭から手ぬぐいをかぶって、肥えた体をよろよろさせながら出て行った。バカな人ねえ、とおひろが言った。どこへ逃げるつもりかしら。 それが7時頃のことであった。向こうの杵屋から女が来、実濃屋から人が来たいずれも逃げようという誘いだったが、お昼はもう少し様子を見ると断った9時頃に2人で食事をし、寝るわけにもいかないわねなどと言っているうちに野蛮の金さんという老人が来て、 畳を上げる方がいいと言った。十二時ごろが満潮だから、ことによると高潮が来るかもしれない。大川の上の方から来る水なら、帰ってここは大丈夫だが、海から高潮が来ると危ない。自分が手伝うから、念のために畳を上げておこう。そう言って二人を立たせた。それから約半時、友部屋へ、 タンスを二皿を移し、その上へ畳を積み、さらにその上へタンスから抜いた引き出しや、衣類の包みや、飯つや食器などをあげた。金さんは満足そうにもしも水がついたら、その畳の上へ上がっていればいい。まさかそこまでつく水もないだろう。と言って、吹きぶりの中を去っていった。 そして午前一時頃、金さんの心配した高潮が来た。それは普通の出水とは違っていた。お内緒に一畳だけ残した畳の上で二人が茶をすすっていると、急に風が止み、雨の音がまばらになった。おぶんがあら、風が止んだわ、と言い、お昼が 雨も小降りになったじゃないの」と言った「風は吹き返してきたが間もなく本当に収まり雨もすっかり小降りになった」「やれやれ人騒がせなことをするわ」とおひろがあくびをし「まるでバカにされたみたいじゃないの」と言いかけてはっと口をつぐんだ風が止んで、 急にしんとなった戸街のかなり遠いところで、早金の鳴る音が聞こえたのである。他の音ではない。確かに早金である。お昼は立って廊下へ出た。おぶんは座っていたが、すぐ裏手で人の声がし、ざぶざぶと水の中を歩くような音が聞こえた。そうだ、八幡様だ。 と裏で言っていた急いでな、八幡様だぞ。そこへおろが戻ってきた。土間が水よ、とおろが言った。土間が水でいっぱいよ、高潮らしいわ。おろとおぶんは屋根の上にいた。まだ午前二時ごろであろう。 押してきた水は静かだったが、信じられないほどの速さで傘を増し、二人が引き窓から屋根へ抜け出すまでに半時とは立っていなかった。お昼は上がってしまい、おんは落ち着いていた。嵐はきれいに去って、空には星がきらめいていた。おそらく他にも屋根に登っているものがあり、それを拾って回るのだろう。 門前町の向こうの方で、炉の音や人の呼び交わす声が聞こえた。お広はその度に立ち上がって、声いっぱいに何度も叫んだ。声の枯れるほど叫んだが、こっちへ船の来る様子はなかった。水は軒までついていて、時々家全体が身震いをし、ぎしぎしと軋んだ。 いいわよ、姉さん」とおぶんが言った「呼んだって聞こえやしないわ」「水だってこれ以上上がりゃしないわよ」おひろは腰を下ろし辺りを眺めながら「みんな逃げたのね」とつぶやいた前も左右も軒まで水につかった屋根ばかりで星明かりに見える そのひっそりとした無人の屋根が見慣れないためだろうがひどく不気味に思えた。おぶんちゃん、とおひろが調子の変わった声で呼びかけた。あんたこの間おけいちゃんの言ったこと聞いたでしょおぶんは振り向いておひろを見た。あたしが嘘をついてるって。武家育ちだって言うのは嘘だってこと。 とおはしゃがれた声で言った旗本の跡取りとかけ落ちしたこともうそだって私には夫も子どももないし仕送りをしているっていうのもうそだっておけいちゃんの言うの聞いたわね聞いたわおぶんはうなずいたおけいちゃんどうかしていたのよいいえ 本当,なの本当だったのよ」とおひろが遮った「おけいちゃんの言うとおり私は武家育ちでも何でもないし病気の夫も子供もありゃしないの」「仕送りするなんて言って稼いだものをみんなためているっていうことも本当なのよ」「だって姉さん」とおぶんは 不審そうにお昼を見守った。だってそんなこと、あたしそんなこと、本気にできやしないわ。恥ずかしいけれど、本当だったのよ。わからないわ、とおぶんが言った。もしそうだとして、それが姉さんの得になるわけじゃないでしょう。生きる頼りよ、生きる頼りだったの。 とおひろが言っはじめは人からバカにされないためにこしらえた嘘だったけれどしまいには自分でも本当のように思えてきたのおけいちゃんにああ言われるまでは自分が本当に武家育ちで病気の夫と子供に仕送りをしているんだっていう気持ちがしていたのそれが私のたった一つの生きる頼りだったのよ おぶんは黙っていて、それから、でも、とおひろに聞いた。でもどうして、今あたしにそんなこと言うの言いたくなったの。嘘をついたままで死にたくなかったからよ。死ぬって、姉さん。例えばの話を、とおひろはみなもを見合った。 もしかしてこの水で、もちろんそんなことはないだろうけれど、でももしかということがあるから、おぶんが、黙って、と手をあげた。暗がりの向こうに、おーい、という声がし、パシャパシャと水をかく響きが聞こえた。おーい、とその声は叫んだ。 つたやの人いるかと叫ぶのが聞こえた。おぶんはあっと声を上げ、りょうさんだわ。と言って立ち上がった。りょうさんとおぶんが絶叫した。こっちよりょうさんあたしいるわよおぶんは震え出した。足が滑りそうになり、片手で胸を支えた。 あの人来たわ。とおブンは震えながら夢中のようにつぶやいた。あの人来てくれたわ。やっぱり来てくれたわ。そして繰り返しリオスケに叫びかけ、水音はこっちへ近寄ってきた。それはじれったいほどのろく、パシャパシャと水音をさせながらようやく近くなり、やがてそこへ来た。待ってたのよ。 とおぶんが言った。りょうさんが来るだろうと思って、あたし待ってたのよ。船が軒にドシンとついた。それは乗り取りに使う小さな平底船で、彼は竿でもろでもなく、貝を持っていた。りょうすけは、こんなものでこいできたんだよ。炉が使えないからね、と言った。 まさか言おうとは思わなかったけれど、それでも念のためにと思ってね。うれしいわ、うれしいわ、うさん。おぶんは手を伸ばしながら泣き笑いをした。あたし、もう会えないかと思ってたのよ。亮介は片手で屋根につかまり、足で船を支えながらおぶんの手を握って、おっ。 と言った「お前だけじゃないんだな」「おひろ姉さんよ」「そいつは」と彼は口ごもって「俺は船が焦げねえしこの小さな船で3人となると」「私はいいのよ」とおひろが首を振り「いいえいいの」と おぶんが何か言いかけるのを強く遮った。あたしは店を預かった責任があるもの、いいからおぶんちゃん言ってちょうだい。おぶんは、だってそんなこと、と泣き声を上げ、お昼は寄ってきて、片手でおぶんの肩をつかみ、よく聞いて、とその耳へ口を寄せてささやいた。 この水の中を来てくれたこと、忘れちゃあだめよ。これが真実っていうものよ。おぶんちゃん。あたしいつか何もかもつゆのひぬまのことだなんて聞いたふうなことを言ったわね。あれは取り消してよ。おひろの喉がつまり、くっと言ってなお続けた。あたしにはそうだったけれど。 そうでない場合だってある。あんたはきっとそうじゃないわ。二人でやってみるのよ、二人で。わかるわね。おぶんが、ねえさんと言い、おひろは持っていた財布をおぶんの懐へ押し込んだ。その財布はかなり重く、おひろは、あたしのためたものよ、とささやいた。 二人の役に立ててね、と囁き、それから良介に向かって、おぶんを乗せるようにと言った。すぐ他の船をよこします、とす介はお披露に行った。すぐによこしますから、待っていてください。さあ、おぶんちゃん。おぶんは逆らったが、お披露に押され、良介に怒鳴られて、半ば無理やりに船へ乗せられた。 頼んだわよ。とおひろが叫んだ。りょうさん、おぶんちゃんを頼んだわよ。りょうすけの答える声より、おぶんの泣き声の方が高かった。その泣き声と、パシャパシャというやかましい水音が、次第に遠のいてゆき、おひろはまた屋根の上へ腰を下ろした。 ひとりぼっちねお昼はゆっくり辺りを眺め回しそれから空を見上げてつぶやいたお星様がきれいだこと。